この写真見るといっぱい蘇るんだけど、この今一緒に手元にあるんで、このね、これだ。この今履いてるこの靴が。ものがあるんです。わあ、本当に同じ。本物が。履いてるやつ。これは、本当もう、足のサイズを測って、向こうで、現地でね、多分、ウランバートルだったと思うんだけど。ウランバートル。あ、そうか、書いウてランある。バートル。ちょっと、もうちょっと見せてください。はい。伝統的なモンゴルの乗馬ブーツの店が、ウランバートルの市内にあった。なんかちょっと独特な形してますね、そうこれ。そうそう。なんかつま先が短尖ってい。て短い。はい。上がってるね、上がそっして。て。これは多分もう昔から騎馬民族がいる時代から多分こういう形使ってたんじゃないかなって思うんですけど。現地の人は、なんかムツさんもこう書いてるんだけど、騎馬民族はその馬を大事にするから、草を大事にああ、す草る、の。草を踏みすぎないようにつま先を上げているって説明された。でも僕は違うと思うって宇津さんが書いていて、これで歩いたらもうここですごい踏むじゃないですか。で、多分思うに、なんかこう馬が暴走したり危ないことがあった時に、こうアブミがね、グッて、このアブミってこれなんですけど、足を入れる部分入りすぎると引きずられちゃうことがあるんです、抜けなくて。それを、足首がかかんないようになってる。だから絶対に足が引っかかんない。これが一番の理由じゃないかなって。そっちのどっ意ちかっ味ていう合いとと草じか。ゃなくてそう、馬に乗るための昔からもうそういう。ね、なんか若干草を持ってる部分もあるかもしれないけど、の方が大きいような気そがする。うですね、なんか乗馬始めて初心者の方って、こうアブミで自分を支えようとして入れすぎてしまうんですけど、それがこの形だと多分ね、もうこれ以上入んないから。アブミに頼って乗るっていうことはしないそうそうそう。形になってるのか。でも、すごいしっかりした作りだよね。これ、むつさんのサイズっていうことか。そうだよ。記念で作記りた念、かっそうたそのう。かな。あ、衣装も作って。いや、頭にかぶるやつも作むつさん、足ちっちゃかったからね。24.5る。ないんじゃない？あ、そう。って4.5あるかな？もっと小さいよもっとね。小さい。本番で履いてたのは、本当の日本のジョッキーが履くやつ。あ、軽くて薄くそうそうてそうそう。ピタッフィットする。フィットする。これもダメだったんだけど、本当に軽い。やっぱりもう命がけのレースだから、使い慣れたもので出ないと書ききれないよね。まあ、できることはもうすべう、て。やりたいというコスターのね。クラブも、もう、日本から持ってて、すごい、やっぱり使い慣れたもの、いいやつ、準備して、まあ、練習用は別であったけど、練習用は、試しに、現地のクラ使って、僕も乗ったんですけど、木のクラなんですよ。めちゃくちゃ痛かったです。もう、硬すぎて。とてもじゃないけど、普段僕らこれで乗れないわ、違う。みんなやっぱり、現地の人も、立っても、座らない。ほとんど立ち乗りみたいな感じで。で、軽く、浮いてるぐらい、くらいから。って感じで乗ってましたね。実際、調教っていうのはどういう形で、まあ、日本だと合わせ馬だったりとか、半路とか、いろいろ、まあ、競走馬だと調教ってありますけど、向こうでいう調教っていうのはどういう。レース用の調教は、毎日やっぱり、長い距離をまず歩かすのさ。ああ、テクテクと。テクテクと。で、本番もそうなんだけど、
スタート地点から、もしゾンダイさんのところからスタートするとしたら、ゾンダイさんのところを歩いて、まずは離れていくわけさ、いつもいる場所から。で、離れて、ずーっとまっすぐ歩いていって、で、じゃあ今日この辺にしようかって言って、じゃあ終わりですって言って、U ターンする。で、それでバーンって走り出す。本番もそうなんだけど、馬は騎乗本能ってあるんですけど、もういつもいる場所に、もうすぐ戻りたがるんです。それを利用して、U ターンさせると走るっていう、それの訓練ですね。植物というか、お花はもう結構あったんですか？あのね、町の中とか、まあ、草原の中にもちっちゃい花があるのさ、北海道に似てるようなところがあって、で、10時近くまで明るいじゃない。で、大体もう食事終わって6時ぐらいにはみんな、フリータイムみたいな感じになって、何もやることないから歩くじゃない。で、その時に、花が、草原の中に見つけるとさ、可愛いってなるわけよ、他に何もないから。ああ、なんかいい、いいってなるわけよ。で、それ撮ってましたよ、僕。うん、何にもないから、うん、それしか。余計に際立って美しく見えるし。そうじゃね、普段気づかないけど。そう、ちっちゃい花まで美しく見えた。なんかこう、物がたくさんいっぱいある社会と。そうですね。うん、真逆なところが素敵ですね。なんか、エーデルワイスが、あ、そうなんだ。普通に咲いていたって書いてありました。俺知らないですよ、ね。花の名前なんか知らないけど、見つけては撮ってましたね。で、うん、空が、雲が。あ、ムッサーの詩を読んでよ、それ。わー、素敵な。なんか雲が、とってもなんか近い感じがするね、草原の。あのね、そのフリータイムの時にね、夜暗くならないでしょ。6時から3時間ぐらいは、9時過ぎまで明るかったんだ。で、その頃、ムッサンと俺、同時にゴルフを始めてて、クラブをね、2本持っていった。持ってたのか。持ってたの。はいはい。で、ボールも何個か持ってって。で、ムッサンはやっぱり夜、仕事なのさ、原稿書いて。で、僕はカメラ持って、クラブ持って。ただ、移動するのもさ、もったいないから、練習がてら、打つわけ。ポーってどこにでも打てっちゃう。全部食えとかなんか。もうでボールを3個くらいポーンポーンって打って拾いに行くんだけど、でそう、あれ下見ながらやっぱ歩くじゃないですか。そうするとやっぱりよく言われてたんですけど、穴がポコポコ開いてるんですよ。これぐらいの、それが開けてるのがタルバガンっていうやつで、ウサギもいるって言ったのかな。でっかい穴開いてるんですよ。だからホールもあるんですよ、ゴルフ。一回入れたらさ、深すぎて取れなくて。ええー。しましたよ。本当に。だからもう入れるのやめました。そんなに深い穴が。深い穴。だから危ないのさ、馬が。穴があることによって、草原が、うん、保水作用、水をこう保水する作用があるから、うん、草原にはすごく役立っている。ああ、なるほど。雨も降るんですよね。降るんだ。あ、一回降ったよ、すごい。あ、一回。それは、釣りの時。あ、釣りも行ったのか。釣りも行ったの。伊藤。おえぇ、ー。伊藤が釣れる。モンゴルにも伊藤がいるんですか。すんちゃん、伊藤釣ろうぜって言って、竿を持ってって、日本から。で、いろんなルアーも買って、結構、もう釣る時満々で、一泊二日で、その、園田さんとか移動して、結構北の方に上がっていった。そしたらまあ、現地着いたらすんごい雨で、すごかった。雷が。恐ろしかった。危ない。そう、逃げるとこ、バキバリ落ちてるのが見えるの。怖い。草原で。避けるとこないじゃないですか。ないのよ。見えるのよ。バラバラ大地に落ちてるわけよ。何にもないじゃん。車に落ちたらこれ、車は大丈夫だよって言うんだけどさ。とはいえですね。とはいえだよな。ムッサめっちゃ喜んだんじゃない？ムッサは全然。ああ、落ちて落ちてって言って。って感じで。なんか、雷に打たれて死んだら本望だって言いそうな気がする。言ってた、意味がわからない。はっはっはって言ってる、きっと。
これもあの写真もあるけど、あのその伊藤現地の人がくれたルアーがあったんだけど、こんな、うん、ネズミの形したルアー、こんなぐらいの、もじゃもじゃの、うん、それで釣れたの？釣れない釣れない、まあ、全然当たり、釣れるどころかですよね。条件が悪そうな、そんな雷なってる中、竿を振るもんなら危なくて、そう、昔のね、伝統的な漁があるっていうから、じゃあ、あの見に行きましょうかって言って見に行ったら、おっちゃんがね、あの白い衣装着て、なんかひらひらの、いっぱいひらひら、あの、あれ、西城秀樹みたいな、ひらひらのついて古い今でも逆にそんな人いない。すごいなんかひらひら目立つような格好をしてて、その漁の時に使う衣装を着てて、すごいですねみたいな、まあ、テレビ撮ってたから、ね、それで頭にもなんかこう白いのかぶってて、すごい目立つのさ。それで使ってるあの銃が火縄銃だったよ。すげえだろ。撃つの火縄銃で漁してるのよ。すげえだろ。織田信長の時代みたいな感じなのかな、うん、そのタルバガンを火縄銃で撃つんですか。そう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 、昔、ずっと昔ながら伝統的な、伝統的な、その白いひらひらの方がそれ持ってるの。そう、それがさ、もうなんでそのひらひらの着てるかって言ったら、あのおびき出すんだって、穴からいっぱいあの穴があって、そのタルバガンがいる穴を目星をつけたら、多分あのこうなんか声を使うのかな、おびき出すためにこうやって踊るんだ。ほう、でそれで派手なこの白い服だったような気がするんだけど、こうやってこっち向かすわけさ、遠くから20メートルぐらい離れたとこから、こっちいるぞこっちいるぞ、ムッサーがやりそうな感じで派手にひら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 、こうやってピョコ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 して踊るわけ。それで顔をひょって出した時にヒュッて沈んで、火縄銃で、パーンって、頭打ち抜くの。すごいですね。すごいだろ。昔ながらの量。それでちゃんと仕留めたからね。あ、お本当にそれ本当に、そうそうそう。それも写真があるから。すごいですね。それ、どっかにあるはずだけどね。俺写真撮ったら、それもあると思います。衣装。すごい衣装ですから。それは、カルパガンがいるのを見つけて、見つけた。見つけた後だろうね。ある程度、あの辺にいるって分かったら、こっち向かせて、くって。あ、なんだろうなって思わせた時に。なんだろうなって思わせて、固まらせるためじゃないの。なんだろうなんだろうって出て、そのために踊ってるんじゃないかな。まあ、すごかった。可愛らしい踊り踊って。ムッサンが踊りそうな感じ。ひら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 。だから、すごいひらひらした。歌ったりはしないの？声は出してなかったような気がするんだよね。まあ、見た目で。見た目で、うん、あれしてて誘ってたっていうか、タルバガン、うん、それでそんな遠く離れたとこから仕留めた、パーンって一発で仕留めたよ、火縄銃で、うん、で、あの取ったタルバガンを、で今日今晩食べましょうってことになって、ほう、持ち帰って食べましょう、食べましょうって言って、これはうまいんですよって現地の人が言って、へえ、ちょっと料理見て、料理法見てたら、いや、石を、なんか多分特別な石なんでしょうけど、何個か、うん、ガスバーナーで焼くんですよ。それで、その後、ボンボン火を焚いて、その中に石を入れて、うん、1時間以上はこう火を温め、石を温めて、石を焼いて、で、その焼いた石をお腹の中に入れて、タルバガンにいっぱい。焼いた石をお腹に詰める。詰めて、うん。で、しばらく置いておくのかな。それで石で焼いてましたね。あ、タルバガンを外から焼くことはしない。中。石の力で中から、うん。中から焼いて。面白い。うん。と思って。で、やっぱり野生の生き物だから、現地の、コーディネーターさんが、やめた方がいいですよって。それはそうですね。伝染病なんかあるんでって、一応気をつけた方がいいんでって、ムスさんが、俺は大丈夫だって。あんなのかかるわけないだろ、俺がって。大丈夫、大丈夫って言って、バリバリ食べ出して、で、美味しいですかって言ったら、ムスさんが、美味しいに決まってるじゃんって言うからさ、
もう俺も食べたんですけど、めちゃくちゃ美味しくて。本当に、よっぽどいつも食べてる、羊の肉より美味しくて、もう、俺とだから、ムスさんは、もう、そのタルバガンバリバリ食べたの。大きさってどのくらい、うん、このぐらいでかなり大きいですね。まあまあでかい。だから食べ応えありましたよ。で、そのお腹に石を入れて焼いた肉をかぶりつくんですか、うん、かぶりついて。現地の人はもうね、目の色が変わるぐらい内臓から取って食べます。もう腸とか、もうすぐなくなるね。で、血もみんな好んで食べてましたね。あ、羊もそうでしたよ。みんな内臓はもう取り合いでしたね。すごい、目の色変わるんだ。だから、やっぱりそれでね、ビタミンとか栄養補給してるんだろうねって、ムスさんと話してましたよ。もう何にも残さないしてたよ。味付けはお塩？いや、塩だけだよ。それでそんなに美味しいんですか？美味しかったよ。うん、癖が全然ない。ね、本当に、普通の鶏肉のような、あっさりした。美味しかった。なんか、うん、踊るっていう話を聞いたときに、うん、その踊りが好きで出てきちゃうのかなって思ったんだけど。そうですね。おびき出すのかなって思う。漁師さんがきっとすごく目が、視力が良くて、うんね、あの穴に、色あって見つけておられてる。瀬山さんは草原歩いてた時に、その、よく見るんですか？見ない見ない。あ、全然見ない。全然、俺一回も見たことない。普通だって入ってると思う。まあ、穴はもちろんあるけども。あるけども、姿は俺たちは見たことなかった。だからその時初めて、漁の時に初めて。うん、じゃあやっぱり踊りは効果がある。大事なんだな。それでおびき出せるのはやっぱりそのプロなんじゃないの？じゃないと、なかなか。うん、明るい時は出てこないんだね。やっぱ出てるのは、暗い時に出てるんだね。やっぱ意味があるんですね。不思議ですね。いや、それこそちょろ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 ね、目についてるんだったらっていうのはあれですけど、普段は全く見ないんですね。見えなかった、見えなかった。不思議。